まず今日は足の内側の筋肉を鍛えるトレーニングを紹介していきます。まず、患者さんは背筋を伸ばして椅子に座ってもらい、股関節と膝を90度に曲げます。でこの時に膝を少し開いておきます。そこから膝をゆっくり閉じていくことによって足の内側の筋肉が鍛えられてきます。これでもちょっと効果が物足りない方は、足の膝の間に柔らかいボールを入れてもらってゆっくり押していきます。この時にできれば押した状態で5秒ぐらいキープすることでより鍛えられます。この時の注意点として、上半身が曲がってきてしまったりとかすると効果が薄くなってきてしまうので、しっかり背筋を伸ばして行うようにしてください。